それでは今から料理を作りたいと思います。今回作る料理はですね、もう皆さん大好きなエビチリです。エビチリって言えばね、もう本当に小さいお子さんからね、大人までね、年配の方もみんな好きですよね。それを今からご紹介したいと思います。で、私が作るのはやっぱり自宅で作るやり方なので、僕本当辛いのが好きなのでね、ちょっとピリ辛のエビチリを作りたいと思います。まずエビですね。このエビなんですけど、こういうようなエビが売ってます、むき身で。で、こういうね、エビはね、そのまま使っちゃダメです。必ず処理してください。まあ、大きいボウルにこれ入れます。で、ここに塩一つまみ、片栗粉一つまみ、ここでね、よーくね、あとちょっと水分を入れていただいて、この無理はあまり気にしないでください。ここでね、もみ洗い必ず、はい、こうですね、よーくゴシゴシもんで、エビのちょっとしたこの下味、塩分が入ってますんでね、汚れを落とします。これ必ずやってください。これをするとしないとではね、後の仕上がりが全然違ってきます。これね、ちょっと汚れたやつが、これ見えるかな、こうちょっと汚れたの出てきますから、これをね、これからね、きれいにね、洗いましょう、ね、きれいに洗いましょう。これ背中もちょっと入ってますからね、これを洗います。はい、そしたらですね、この水分をね、この水分をしっかりと拭きましょう、ね、今から下味をちょっとつけていきますので、この水気があるとね、あとで片栗粉を薄くまぶしますけど、多くついちゃうのでね、ここは丁寧に丁寧にね、この水分をきれいに拭いてあげてください。このようにね、丁寧に水分を拭きます。ここに下味ね、ほんと塩少量です。全体に薄く塩がまぶる程度、はい、それから胡椒少々です。はい、こんな感じです。はい、そしてここへで片栗粉、もう片栗粉はね、ほんと薄くまぶる程度でいいです。本来ね、卵白と片栗粉でやるんですけど、もう卵白使う量が本当に少量なんですね。ですからこの場合はね、卵白を使わないやり方ね、片栗粉がこう薄く、もう薄くまぶる程度で結構ですので、こんな感じですね、こんな感じ、もう薄くね、片栗粉がまぶってればいいです。こういう状態にしていただけたら、もうこれでね、エビのね、下味完了です。で、次ね、調味料いきます。このボウルに全部調味料合わせちゃいましょうね。まずおろし生姜、これはですね、大体ですね、大さじ3分の2ぐらい、大さじ3分の2ぐらいで、次おろしにんにく、これ大さじ2分の1ぐらい、はい、ちょっと生姜の方が多い、はい、でここへね、豆板醤、はい、これトマトケチャップね、トマトケチャップが大さじ1半、はい、そしてこの例の豆板醤、これがですね、はい、小さじ2杯半、はい、この分量です。はい、こういう感じです。これね、もう合わせちゃってください。にんにく、生姜、トマトケチャップ、豆板醤、全部合わせちゃってください。はい、そして用意するのは、あとは次これですね、ネギのみじん切り、これちょっと多めに用意していただくと、あとでネギを火を通した時に甘みに変わりますから、非常に美味しいですね。はい、これでね、もう準備完了です。あとは調味料を用意していただいて、使う調味料は塩、砂糖、それからお酒、お酢、あとラー油と水溶き片栗粉、胡椒、中華味、これを用意していただければこれで結構でございます。はい、じゃあ次行きましょう。まずね、
エビに火を通します。はい、これ油ね大さじ1杯入れていただいて、エビをね湯を入れていきます。片栗粉にね火を通すような感じですね。はい、こんな感じですね。今あのエビに壁を作ります。エビの、火を通してこの周りをちょっと固めて、旨味を外へ逃がさない、そんなようなことを今してますね。こんな感じですね。これちょっと動かしていただいて、両面ね、まあ、片栗粉にね火が通ったんで、こう周りがちょっと固まってエビの旨味を外へ逃がさない、そんなようなね状況を作ってます。はい、こういう感じで、はい、こういう感じでね、両面をちょっとこう壁を作ってあげるっていうのかな、ここの程度で結構です。後でちょっと煮ますので完全には火通さなくても結構です。こんな感じでも十分です。はい、これを取り出します。次、はい、ここにね、油大さじ2杯。コクはすごく大事ね。この先ほどのこの調味料を全部入れちゃいます。ね、ニンニク、生姜、ケチャップ全部入れましょう。ここすごくポイントになりますからね、よく見ててくださいね、炒め方をね。こんな感じでちょっと寄せて、こう寄せて炒めると炒めやすい。全体にこういう風によーく混ぜていただいて。ほら、これ見てください、ちょっと。このちっちゃい泡がいっぱい出てきましたね、ほらほら。見えますか、このゴーって。これでいいです。今もう火止まってます。余熱で、この状態です。小さい泡が。見えますか、これこれ。これを覚えちゃうと、もうこの時点でもうほとんどエビチリになってます。いい香りがしてます。はい、でここへね、やはり水道のスープね、家ではねスープないのでね、カップ1杯入れてください。ちょうどこのエビが絡まる程度のこのタレですね、これがね、ちょうどタレになりますので、ね、はい、そしたらねここへね調味料入れていきましょう。お酒大さじ1、お砂糖小さじ1/3。もうね、塩はね豆板醤に塩分がありますので少々。そしてここへ中華味を少々、中華味ね、これがスープの素みたいになります。そしてここへ胡椒少々、はい、これをよく混ぜていただいて、これで一回味をチェックね。うん、美味しい味になってます。はい、そしたらこのエビを戻します。エビを戻します。火つけます。今からね、エビにね今度ねしっかりとね火を通していきます。エビに火を通していきます。だんだん今沸騰してきますのでね、火を通していきます。はい、そしてここへねネギ、ネギをちょっとたっぷりめにネギを入れましょう。今ね沸騰してきますのでね、一回沸騰させます。必ずね沸騰させてください。ネギもね火が通るとね甘みになりますよね。はい、火を止めまして、水溶き片栗粉をね、やっぱ大さじ2杯、回しかけます。はい、そしたら全体を大きく混ぜて、ダマにならないようにね、はい、ダマにならないように混ぜていきます。はい、で、だんだん今ね、とろみがこう、塩梅よくついていきますが、そしたらまた火つけましょう。火つけましょう。はい、つけました。はい、またね同じようにねしっかりとね
火を通していきます。片栗粉がねしっかりと火が通るようぐず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 いってきますので、僕はね辛いのが好きなのでね、ちょっと最後にねラー油が小さじ1杯入ります。これはね入れなくても結構ですけどね、僕辛いの好きなのでね最後ラー油で調整してます。このタレがまた美味しい。このねグズ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 見えますか、グズグズグズ。最後にお酢が小さじ3分の1入ります。この酢はですね酸っぱくするためではなくて、油結構使ってますんでね、味を中和させるための酢ですね。はい、これでねエビチリ完成です。タレがね、タレが美味しいんですよね。ぜひね、ご飯と一緒に食べても美味しいんでね、こういうエビチリを、試してみてください。以上、エビチリでした。